FM ノースウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。トップコネクト代表取締役の内田正明です。そしてアシスタントを務めますゴルファーの宮崎千恵です。さあ今夜もスタートしました、トップコネクト3分でわかるビジネスモデル。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今夜1組目のゲストをお迎えしましょう。沖縄でのリゾートウェディングを中心に直帰サービス事業を展開する沖縄でのリゾートウェディングを中心に挙式サービス事業を展開する沖縄渡部ウェディング株式会社の取締役長峰正樹さんです。長峰です。よろしくお願いします。はい、長峰です。どうぞよろしくお願いいたします。長峰さん、よろしくお願いいたします。長峰さんはですね、なんと全世界に式場を持たれている渡部ウェディンググループの役員さんなんです。今日は渡部ウェディンググループの魅力をたっぷり聞かせてくださいね。それでは長峰さんから3分以内でビジネスモデルについてご紹介していただきたいと思います。長峰さん、準備はよろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いいたします。はじめにですね、それでは参ります。よーい、スタート。はい、それではよろしくお願いいたします。まずはですね、私ども渡部ウェディンググループについて少しお話しさせていただきたいと思います。私ども元々はブライダルの総合カンパニーとして事業を展開させていただいておりますが、私どもにとって、認知度が高いのはですね、リゾートウェディングだったり、あと海外ウェディングですね、こういったところが、知られているんじゃないかなと思いますが、我々のビジネスモデルとしてはですね、まず沖縄県に、結婚式場を、7カ所ほど持っております。それ以外にもですね、ハワイ、グアム、あとバリ島とかですね、あとヨーロッパのパリとかフィレンツェ、こういったハネムーナーが、憧れるリゾート地だったりですね、ハネムーナー地に、支店を構えておりまして、そこでの結婚式を、実現、させていただいているような、そういったサービスを展開させていただいているんですが、特徴としましてはですね、この海外とか、沖縄などリゾートで結婚式を挙げるためにですね、お客様がどこで打ち合わせをするかというと、全国各地の、直営サロンが私どもにございまして、そこでハワイだったり沖縄の結婚式の、細かいお打ち合わせができたり、ウェディングドレスの、ご試着ができたりですね、こういったことがご相談できるというところが非常に強みでございます。で、私どもはウェディングドレスも、あとウェディングアルバムも、あとウェディングムービー、こういったものを全て自社で制作しておりまして、お客様にご提供をお届けさせていただいておりますので、非常にコスパがいいといいますか、付加価値の高い商品展開をご案内させていただいております。他にグループとしては全国対象で見たときにですね、東京では新宿のホテルガジュエン東京、こういったところも運営しておりまして、そういったところの結婚式のノウハウなんかも取り入れながら、お客様に、サービス提供させていただいております。あとそれ以外にもですね、全国各地にウェディングスタジオを設けておりまして、今流行りのフォトウェディング、こういったものも、ご案内しておりまして、年間約1万組のカップル様に、ご利用いただいている、そういったカンパニーになっております。創業今年で70周年でございまして、ちょうど今年は節目の祝いになるんですが、ハワイに出店しまして50年、製造を拠点にしている上海に30年、そしてご紹介がありました沖縄の方で20年ということで、この2023年は非常に我々渡部ウェディンググループにとってはですね、節目の1年になっております。なるほど、歴史がありますね。ちょっとここで教えていただきたいんですけれど、長峰さんの会社のためは沖縄渡部ウェディング取締役ですよね。
はい、そうです。ということは沖縄でも何かがあるんですか、これ。あ、はい、そうなんです。先ほどご紹介しました、まあ、リゾートウェディングの提供を沖縄でやっているんですが、まあ、沖縄で別会社として、事業をさせていただいているのは他にも理由がございまして、沖縄県にですね、沖縄県のカップルの方々を対象とした大きな専門結婚式場、ハウスウェディング会場を、運営していたりですね、沖縄県内いろんなところで結婚式をされる地元のお客様にご案内するウェディングサロンを経営しておりまして、沖縄県全体でですね、ウェディングサービスを展開している関係上で、ホスピタリティ業界の中では非常に県内では、まあ、有名な企業と、まあ、自分で言うのなんですが、たくさんのホテルとかですね、沖縄県は観光のやっぱり、県でございますので、いろんなサービスがあるんですけども、沖縄タウェディングは、まあ、トータルで、ウェディングのサービスを提供していることによってですね、県民の方々に非常に支持を得ておりまして、新卒の学生さんなんかの人気ランキングでも、ね、常に10位ぐらい、女性学生さんの中ではですね、2位にまで入ったことがあるぐらいですね、非常に沖縄県ではご支持いただいている企業でございます。なるほど。これどうしてわざわざ会社を分ける必要があるのか。これはですね、まあ、全国の渡部グループと沖縄県で給与体系が違ったりすることもありますけども、あと、まあ、沖縄県で特別なこう、行政からのご支援をちょっといただいたりとか、沖縄県に特化した事業をすることでいろいろメリットがございますので、一応別会社として運営しております。別会社といえどもですね、社員が今230名ほど所属しております。ウェディングプランナーから美容師、カメラマン、フローリスト、あとキッチンのシェフですね、こういったスタッフなんかも、私どもで、お仕事していただいておりまして、お客様に提供させていただいております。大体、まあ、月間というのか年間というのか、どのぐらいの組数の方が結婚されるんですか、渡部さん。ありがとうございます。沖縄ではですね、リゾートで結婚していただくお客様が3000組ほど、あと今フォトウェディングというお写真を、撮っていただくようなサービスをご利用いただいているお客様が2000組ほど、あと地元の、結婚式場や、サロンをご利用いただいているお客様が500組ほどですかね。沖縄だけで。はい。他に競合の結婚式場はあるんですか。一部、リゾートウェディングされている会社もありますし、地元で結婚式場されている会社もありましたり、フォトウェディングだけをやっている会社と、それぞれの分野で取り組まれている会社があるんですけども、トータルで、サービス提供している会社は、弊社沖縄タウェディングしかないと思います。この70年の歴史がやっぱり大きいんですかね。そうですね、我々はこう進化を続けてきている過程の中で、沖縄も初めはリゾートウェディングだけのサービス展開だったんですけども、地元で結婚式場をやったりですね、フォトウェディングをやったり、またアジアからのインバウンドのお客様をお迎えするチームを作って、そういったサービス提供したりですね、常にこう進化チャレンジを続けていっているこのグループスピリットが、ありまして、先ほどのお客様の、ご案内に至っている次第です。さすがにコロナ禍ではちょっとピンチだったんですか。実はですね、コロナ禍でピンチだったのは、まあ、弊社の海外支店なんかはやはり渡航規制がございましたので非常にダメージを受けたんですが、実は沖縄県はですね、逆に追い風といったらあれなんですが、まあ、初年度はね、コロナ1年目は非常にこれどこもが厳しかったと思うんですけども、コロナ2年目3年目と、実は去年のコロナ3年目は沖縄創業以来過去最高組数と最高益ですね、これをまあ達成することができまして、まあ、グループの中では非常に稼ぎ頭といいますか、リカバリーを強くした会社としてですね、認知されております。どうしてコロナ禍にもかかわらず2年目3年目はこんなにいけたんですか。まずですね、やはりその弊社 その海外に行けないお客様が、まあ、沖縄だったらということで、海外のお客様が沖縄に来られたというところもありますし、あと都内のお客様でもですね、コロナ禍でその結婚式をやるとすればですね、たくさんのゲストを招待しないといけない中で、沖縄県であれば、まあ、限られたご家族とか親族とか本当に親しいお友達だけで結婚式ができるということで、まあ、ゲストにも配慮して、まあ、自分たちらしい結婚式ができるということで、
やはりこう地場でこう、東京や名古屋や大阪で控えられてるお客様がこう一気に沖縄にいらした感じですね。すごい特需ですね。特需でした。非常に昨年はもう忙しすぎて大変な思いをしておりました。今はどうなんですか。今ちょっと落ち着きましたね、非常にこの春ぐらいから、東京でもたくさん結婚式増えてきてますし、もちろん海外でもですね、弊社のハワイとかグアムも非常に増えてきてますので、ちょっとこう昨年ほどの特需はこう緩やかにはなってますけども、やはり沖縄でできるっていうことが非常にこのカップナイトに広まったので、まあ安定したお客様にはお越しいただいているような状況です。最近ね、少子化なんて言葉が流行ってるんですけど、はい、結婚の数自体が減ってるんじゃないかなと思ったら、そうでもないんですか。結婚の数は、面接の数は減ってますね、残念ながら。はい、少しずつ少子化の影響を受けてきてるんですが、例えば我々沖縄であればですね、日本のカップルのみならず、こうアジア圏の、カップルですね、特に我々は香港とか台湾とか、あと中国のこう上海、こういったところにも支店、直営支店を持っておりますので、そこからカップルがいらして沖縄県の結婚式をこうサービス提供ができるということで、まあ、日本の少子化という課題をですね、まあ、こう解決する事業なんかにも今、積極的に取り組んでおります。なるほど。少子化でもアジアからもお客様を呼び込んでいくということですね。そうです。しぶといですね。いや、非常に日本人以外のこのお客様のサービス提供、こう価値観違って難しいんですけども、まあ、これも我々もこうチャレンジの一環でですね、沖縄県の近隣にはたくさんアジア諸国がありますので、そういったカップルにしっかり受け入れていただけるように、日々頑張っているところでございます。そろそろお時間となりますので、ここで締めさせていただきます。今夜一組目のゲストは沖縄ワタベウェディング株式会社の取締役、長峰雅樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。